将棋界の西日本の拠点。大阪市福島区の関西将棋会館1階にあるレストラン11が2023年度。大阪府高月市へ移転する同会館と行動を共にしないことが28日。わかった。同会館で開かれた高月市との移転に関する覚書調印式後の会見で。 日本将棋連盟の佐藤康光会長が明かした。開館した1981年から営業する同店は40年間。騎士や将棋ファンに親しまれてきた。同会館を本拠地とする藤井聡太二館18も昼食休憩などで豚肉の天ぷらを刺す新トン美人、新トンシャニア、バターライス、サラダ。 スープ付きを再三注文。キノコ類が苦手な藤井聡太のためにマッシュルームを抜いたバターライスを用意したり、細かな心遣いで活躍を支えてきた。超印識では、西日本の拠点が高槻市へ移転することに、同志の浜田武史市長は、市にとって歴史的にも大きなこと。日本が世界に誇る、 将棋文化の一助になれるのは、誇りと語った。移転効果についても、どの市も、死のアピールには不信する。知名度も向上すると分析。同市は3年前に連盟と包括連携協定を締結し、タイトル戦の王将戦、スポーツ日本新聞社、毎日新聞社主催を誘致した。 移転候補地を JR 高月駅西口に近接する公有地 JR 高月にしたい流章都市。市税の減免制度を適用。また、新海間の土地や建物の固定資産税と都市計画税を免除する。1250平米の公有地にどの規模の建物を建設するかは現在検討中だが、 4から5階建て。費用は13億円前後を見込んでいる。すみれ、男の子みたいでコルテアらわ姿に、肌だから、すべて綺麗。男の子なら、相当、イケメンモデルで女優のすみれ、30、が28日。自身のインスタグラムを更新。男の子みたい、W と表現した一枚を披露した。 写真には、ネックレスを着用し、デコルテラインがあらわになった様子が、朝風呂派、とファンに問いかけ、自身の姿に男の子みたい、W と、綴った。コメント欄には、お綺麗ですね。元な感じが好きです。肌から、すべて綺麗、男の子なら、 相当、イケメンと称賛の書き込みが寄せられ。時間があれば、朝風呂、いいですねという反応も見受けられた。中村すみれ二段史上最年少12歳1ヶ月で、四強進出女流立ち青い灰本戦で、小西八段に勝利タイトル挑戦後2勝以後の中村すみれ二段、12、が28日。 第8期女流立ち青い坂月の本戦1回戦で、小西和子八段48に221手で黒番中をし勝ちし、ベスト4に進出した。12歳1ヶ月の中村は2014年5月、第1期女流立ち青い杯で、当時の藤沢里奈二段が15歳8ヶ月で、達成した。 女流棋戦のベスト4最年少記録を更新した。その第一期、藤沢はその後も勝ち進み、15歳9ヶ月でタイトルを獲得している。序盤ははっきり悪かった。左上で白を封鎖できたあたりで良くなったと思います。対局内容を振り返った中村は、タイトル挑戦まで、 あと2勝となった、準決勝について、序盤の打ち方が課題だと思っています。良い子が打てるように頑張りますと意気込みを語った。1989年入団で30年以上のキャリアを誇る子西和子八段48は、序盤は前線できていたと思います。こう争いをしている間に黒が良くなっていましたと、敗戦を分析した。 より高い修行環境を求めて1月、大阪から東京へ移籍した中村は、3月までに自己最多の10連勝を記録、史上最年少でのプロ入りに続き、7大タイトル戦など、特定期戦で30勝の規定も満たして12歳0ヶ月で史上最年少2段になった。さらに、 先月18日以来の連勝を9へ伸ばし、今年に入って20勝を2敗と勝率は9割を超えている。準決勝ではすでに1回戦で勝利した牛栄子三段21との対戦が決まっている。牛とは昨年4月、ネット対局で勝利するなど過去1勝1敗。将棋の藤井聡太二冠。 18、もまっさお。中学1年生ながら12歳でのタイトル挑戦が現実味を帯び始めた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。